ザグレスのババルーダの秘密、トレマのパンナトルテの攻撃能力、トレマとルーカスの疑問は徐々に明らかになっていく。それじゃあさ、モゲラとメカゴジラのこと教えて。なんや？メカゴジラってこの前司令官が操縦したじゃない？ああ、怪獣たちの信頼を取り戻すためにえらい頑張らはったな。私もモギラを操縦したことあるけど。ああ、デストロイヤーやられたわな。モギラとメカゴジラっていつもは基地の職員が操縦してるの？職員がそんな危険なことするかいな。モギラ、メカゴジラ、発進。モギラとメカゴジラは司令官の命令を聞いて自分で考えて動いとんねん。まあ、わしほど賢くないけどな。そのエリアから逃げ出そうとすれば首輪が締まる。そやからこの前司令官がザグレスに操られた時かと司令官の命令通り動いとったやろ。うーん、次はわしが聞く番や。うん、トレマのことやけどな。なになに？前にザグレスと剣で戦おうたことあるな。うん、ここへ来てからは1回だけ。あの剣はその後見えへんけど、どないしたんや？ああ、あの剣パンナトルテに積んであるよ。あの時はこれからザグレスと戦うって時だったから持ってたの、念のためにね。でもやっぱしこっちの方が頼りになるけどね。それって威力あるんか？あんまし、相手が気絶するぐらい。そうか、いつも物騒なもん持って歩いてるなと思ってたけど、それほどでもないんやな。うん、じゃあ次はこの島のことについて聞くね。